どうもお疲れ様です。堀江さんのね、消費税の件での動画ですけども、ここにね、ご質問いただいているように、すでに久保さんが取り上げて動画をアップロードされているかもしれないってことですけども、もうすでに上げてるんですよ。基本的に堀江さんの言うことはもっともだってことなんですけども、だけどもちょっとね、こう消費税に関しましては、立場の違いによって利益を受ける人と一方的に損する人っていうのが、まあ、分かれてるんですよね。まあ、税金っていうのはみんなが結果的に平等になるように、たくさんお金を持ってる人からは取り上げて、あんまりお金のない人にあげるみたいな形が理想とされてるんですけども、まず税金ってお金があんまりない人からも取ってるじゃないですか、現実。だからね、なんか格差是正っていう言葉はもう当たらないんですよ。実は所得が低い人にはお金をあげないといけないんですよね。例えば所得税ってありますけども、所得の高い人は昔 70% とか 80% 取ってたんですよ。つまり1億円稼いでも8000万ぐらい税金で取られるみたいな形をしていたんですよね。まあ、それがこの国の所得税の限界だったかなと思うんですけども、竹中平蔵さんがね、所得税については、所得の低い人は逆所得税してもいいんじゃないかっていうふうなことを言われてて、それは最もだなと思ったんですよ。例えば年収が300万以下の人には逆所得税を 10% とかかけるとかしたらどうなるかっていうと、年収は300万なんだけど、所得税がマイナス30万入ってくるって形なんで、330万って所得になるんですよね。で、これは格差の是正になると思うんですよ。まあ、この消費税は誰からも同じパーセンテージで取るから平等だって言い張る人がいるんですけども、それは取り方の平等であって、結果的に平等になるって話にはなんないじゃないですか。まあ、よく私が2つの例を取り上げて話すんですけども、バスに乗るときに大人も子供も妊婦さんもご老人も同じ席一つを、まあ、乗車するとき使うと思うんですよ。その時に、例えば子供料金って大人の半分じゃないですか。でも席が一個埋まるの同じでしょ。それに対して不平等だっていう人はいないと思うんですよ、さすがに。子供は子供料金でいいじゃないかと。で、映画もそうですよね。席が一個埋まるのは同じなんだけども、まあ、私みたいなのは割引がほとんど受けられない1800円とか払うわけじゃないですか。でもレディースデーとか言って1000円の日があったりとかね、まあ、子供はそれなりに安かったりするわけじゃないですか。でもそれに対して、なんで俺たちだけ負担するんだよっていうふうには言わないじゃないですか。まあ、これはサービスの選択ができるからって言えばその通りなんですよ。映画館がそういうふうに価格に差をつけていて気に入らないって言ったら行かないっていう選択ができますからね。でも税金ってのは強制的に決まったまんまに自動的に取られていく仕組みなんで、より結果平等にしないといけないと思うんですよ。で、その中で堀江さんが言ってたのは、金持ちは全然消費税払ってるよみたいなね、毎月1000万使う人は100万も払ってんだよって言うんですよ。まさにその通り。これはね、堀江さんの言う通りなんですよ。で、20万毎月使う人ってたった2万しか税金払ってないだろう。そこだけ見るとそうなんですけども、だから税金なんですよ。収入の少ない人からはあんまり取らない、収入の多い人からはたくさん取る、ね、で、多く取られるのが嫌だったら金持ちになるなって話なんですよ。で、それをね、言い方は違うんだけども、堀江さんはね、税金取られて困るんだったら頑張って稼いで金持ちになれよっていう言い方をするんですけども、その月に100万円使う人って限られてるんですよ、未来永劫、昔から。逆に言うと、月に100万円も使う人がいるから、供給と需要のバランスでね、残りの大部分の人は月に100万円も使うようなチャンスが与えられないわけなんですよね。そう考えてると、堀江さんの言うことは正しいんですけども、でも現実はどうかってことなんですよ。世の中は正しく動いてないんですよね。だって、借金が返せない人がいて、で、虐待を受ける子供がいて、学校に行ったらいじめがあって、大学出ても就職できない人がいて、犯罪は普通にあるし、コンビニで毎日一生懸命働いていても、家一軒買えるお金は残らないわけですよ。どういうことかっていうと、みんな真面目に必死にサボりもせずに大贅沢もしないのに、手にできてるものが少ないでしょってことなんですよ。でも逆に言うと、その堀江さんみたいな人は何がどう才覚なのか分かりませんけども、結果的にロケットを宇宙に飛ばそうみたいな、その経済的自由度を持ってるわけですよね。で、どっかで5分10分喋ったら、はい、100万200万でギャラが入るわけですよ。で、堀江さんが言うように、みんなそういう風になればいいじゃんって言うけど世の中ってやっぱ先着順にその席を取る人が決まってるんですよね。で、それを100メートル走に例えるんですけども、100メートル走で10人用意どんで走って、じゃあ1番の人に賞金100万円あげますっていうのと似てるんですよ。
ね。一番の人って賞金100万もらってこう言うんですよ。みんな一番になればいいじゃんって。でも、10人中9人は絶対に一番になれなくって、で、10人中9人は、その、一番になった賞金100万円を受け取れないわけですよ。なのに一番になった人が、お前ら平等で競争してんだからなんで一番なんないの?みたいなこと言いますけども、足の速い人はいるし、足の遅い人はいるんですよ。それは努力で生まれない差なんですよね。同じようにビジネスの才覚があったり、投資が上手な人、まさにこの前のライブ放送でも言いましたけども、稼げる人は一部なんでしょ?って言うんですけども、そう一部なんですよ。稼げる人も一部だし、モテるやつも一部だし、なんか寝たきりの人も一部だし、全部みんなが一部なんですよ。で、それをより集めると平均値っていうのができるんですよね。だからみんな違うんですよ。それこそね、堀江さんがね、頑張って金持ちになればいいじゃんって言うんだったら、じゃあ、うつ病で精神疾患の人に同じことを言って、じゃあなれるんですかって言ったら、やっぱなれなかったりするわけじゃないですか。ね、一生懸命走れば一番取れるよって言っても、先天的に足がない人とか、それから中途障害で走れなくなっちゃった人っていうのもいるわけですよ。これ極端な話ですけどね。で、目に見える障害じゃなくても、はためはそんなにハンディキャップがあるように見えないけども、でも疲れやすい人とかいるわけじゃないですか。だから堀江さんが言うのは正しいんですよ。正しいけども、世の中は正しく動いてないんですよ。最初から最後まで不平等で、一生チャンスがない人もいるし、一生持てない人もいるわけなんですよ。だからそう考えるとね、社会ってなんでできてるかっていうと、チャンスがない人にも強制的にチャンスを与えたり、その財がもらえない人にも強制的に財を与えたり、あとちょっと前の話ですけども、時代の話ですけども、モテない人もお見合い結婚でほとんどの人が結婚できたわけなんですよ。だから恋愛に悩むことはなかったんですよね。ある一定の年齢になったらみんなね、好きと嫌いに関わらず家族ができて子供がいるみたいなレールに乗れたわけですよ。で、モテない人が救済されてたわけですよ、そこではね。で、今はその、何?結局、恋愛して結婚する人が減って、それに漏れた人がお見合いっていう制度があったのに、お見合いっていうのがなくなっちゃったから、途端にその成婚率っていうのは下がったわけですよね。で、モテるやつは徹底的にモテるんですよ。何回でも。だから全然怖くないんですよね。振られても怖くないし、振っても怖くないし。でもそうじゃない人っていうのは一定数いて、まあ要するに、まあ別れたくても別れられないみたいな関係があったりするわけですよね。まあちょっと話脱線しましたけども、堀江さんの言うことは全部正しいんですよ。だけども残念ながら世の中は正しく回ってないんで、やっぱりいろいろデコボコするわけですよね。そうなるとデコボコに合わせて正しい理論で正論で押すんじゃなくって、手心を加えていって、確かにルールはこうなんだけども、あなたにはこうしましょうっていうふうに一人一人にね、ちょっと変えていかなくちゃいけない。要するに子供には子供料金みたいな感じでね。それからシルバー割引ってのもあるでしょ、普通に。で、老人になったら健康保険の、何ですかね、窓口負担も1割とか2割じゃないですか。我々は3割でしょ。で、そうやって人の能力に合わせて、まあいろんなね、変化をつけてあげないと、格差が広がって、格差が広がったその先に何があるかっていうと、もう自暴自棄があるわけですよ。ね、ビジネスも勝てないし、知恵でも勝てないし、人脈でも勝てない。だけども、俺は体力あるぜっていう人は、捨て身のね、特攻とかかけてくるかもしれないですよ。そうなったら結局、お金持ちとか権力がある人が、いつ命を狙われるかわかんないから、いつテロが起きるかわかんないから、だから平等にしましょうみたいな感じなんですけども、今それが機能してないんでね。だからあれでしょ?安倍総理が暗殺されたりとか、岸田総理が、爆弾投げられたりするわけじゃないですか。だから堀江さんも、あんまり勝手なこと言うとね、2005年の話ですけども、あまりにも賢すぎて検察に踏み込まれて無実の罪で有罪になったわけじゃないですか。だから堀江さんそれに懲りて権力を持つ人に寄り添った方がいいなというふうに考えたんじゃないかなと思います。当時はね、私たち庶民とか時代の味方だったんですけども、普通の人の味方だったんですけども、今はもう普通じゃないところに行っちゃったんで、だったら自分の人生のために権力と手を組もうかなって考えるのは、これも正しい考え方です。いや、私だってこうも言うけども、結局、権力を持った人が、こうね、お前、俺たちの言うこと聞いたらさ、何もかもいいようにしてやるからさ、って言ったら、お願いしますってなると思いますよ、それは。で、それがないから、こうやってね、反抗してるわけですからね。反抗って言っても別にね、YouTube で喋ってるだけなんですけども。でも YouTube で喋ってても、チャンネル制限とかたまに食らうわけなんですよ。で、そのぐらい喋ることすらもうね、許されないようになってきたんですよ。つまり、
喋ることっていうのはその他の人に影響を与えるんですよ。まあ、例えば私がね、人を励ますんならいいけども、逆にあいつをやっつけろみたいな話したら、あ、久保さんが言うんだったら俺たちも一肌脱ぐぜみたいな人が出てきかねないわけですよ。それが平等の、平等じゃないや、暴動か、暴動の始まりですからね。だからそうならないように、まあ、言論を一定のレベルで、ちょっと抑えてみたりとかするもんじゃないかなと思いますよね。まあ、YouTube もね、いろいろと使えたり使えなかったりするし、まあ、そんなとこですよ。だから堀江さんが何言ってもね、チャンネル制限食らわないでしょ。ひどい話ですよね。もう我々みたいな、無名なものが、ちょっと気に障ったこと言ったらすぐにね、アカウント制限2週間とかね、1ヶ月とか打ち出してくるのにね。だから、つまり、権力を持てってことでしょ。もしくは、今の権力と今の権力を持ってない人がぐるっとね、大富豪みたいに逆回転させて、言わざるものを言うものにして、今言うものを言わざるものにするみたいなね。そんなとこじゃないですかね。はい。まとめます。堀江さんが言うことは正しいけども、世の中は正しく動いてないんで、世の中の動きに合わせたことを言ってほしいなっていうところでございます。消費税も結局は何なんて言ったかな。ピンハネとか言うでしょ？液税とか。結局、消費税って輸出還付税が最も液税なわけですよ。だから、例えば私が会社を持っててね、海外に自分の会社をもう一個作るじゃないですか。で、帳簿上、そこに商品を輸出しましたっていうことを繰り返していくと、輸出還付税がバンバン入ってきて、実体のないビジネスなのに、還付金だけがね、何億も入るって形ができるんですよ。で、これは多分、私がやったら違法です。ね、何らかの罪を着せられます。でも実際に、財閥系の大企業ってのはそれをやってるわけですよ。いや、実際に商品売ってると思うけどね。売ってると思うけども、例えば、何らかのソフトウェアを海外法人に納品しましたっていうペーパー一枚で、数十億の還付金をゲットしていると。その数十億の還付金の出どころはどこかっていうと、我々が払っている消費税とか、この度インボイスで回収される2500億というね、まあ、そんなからくりじゃないかなと思うんですけどね。それじゃあ、いってらっしゃい。